会社の仕事というよりも、うん、まあ、個人で本木先生からお話をいただいて動いている。あ、そうだったんですか。やっぱりなんか何かしたいと思って、こうモヤモヤっとしている期間もあって、はい、うん、実際に自分ができることで喜んでもらえる人がいるっていうのはいいですよね。自分の得意なことで何かお手伝いができる。9月くらいに、はい、その本木先生から、はい、こういう図書館を作りたいっていう話を伺っていて、はい、12月年末ぐらいに本当に作ることになったんで、ロゴを考えてもらえないかみたいな話があって、で今回3つロゴを提案したんですけど、はい、一番面白い奇抜なロゴを選んでくれて、あ、そうなんですか、すごいなと思ったんですが、まあ、これが一番こう文字がつながっていて、はい、みんなの思いがつながるみたいな。ああ、おっしゃってました、はい、鈴木さんが、はい、でこの場所はその物だったり人だったり時間だったり空間だったりっていうものがつながっていく場所にしたいっていうことがあったので、つながってる文字だったら面白いかなと思って作ったら喜んでもらえたんで。なるほど。素敵な大人たちが女川にはいっぱいいらっしゃるので、そうですね、もうその大人たちについてみんなも元気に未来につながっていけたらいいんじゃないかなと思います。ありました。